一番欲しかったやつ。これなんだ、属性。属性ってなんだ。ああなるほど、やっぱりあるんだペアマテリア。組みて、組みたい、それは組みたい。あれだけど、これペアにできんのかな、ちゃんと。せっかくつけたけど、これ取りたい、これ取りたいな。どうしよう。回復マテリアを取るか。なるほど、武器セットにつけた場合は追加属性ダメージ、そして防具にセットした時はその属性耐性がつくと。多分これで機能するよな、するはず。でティファーに成長してる方の回復マテリア、あれ、はい、よし、これでよし、これでちゃんと出るよな。これ出なかったら装備失敗してるよな。じゃあちょっと戻ろう。でよし、こっちだ。もう見落としアイテムはないね、きっと。これなんだ、ライトまでの架け橋しっかりつなげろよ。あ、上下左右動く。え、上下左右に動くの。上なんもない、なんもない。からくりがあると思ってしまうんだけど、なさそうだな。このリフト、そもそもこの間しか動かないね。よし、このスペースは何だ。アイテムがありそう。あれ、ない、神羅ボックスもない、ないか。遠慮しない、これか。私も、うん、属性攻撃に出てるかな。よくわかんねえや。打ちかまし。よし、勝てたね。オリジナル版だとなんかこの装備欄のマテリアを組にしてる場合は、組にしてるよってなんか分かりやすく線が引かれてあったんだけど、パッと見引かれてないんだよな。だってこのプレビューを見る限りちゃんと属性帯びてるように見えるしな、剣が。まあまた今度考えよう。そういう装備がこれから手に入るのかもしんないし。で、あ、これだ。今体力が減ってるけど、ティファーは今オート KR 状態だから勝手に回復するでしょ。アクセサリー？アクセサリーじゃなくてこっちか。魔法耐性か。
で3つ目。メインリフト動かせるようになったかな。多分だ。よし、 H1 エリアまで戻るぞ。よし。ジェシーの怪我大丈夫かな。あいつらの分まで神羅を懲らしめてやんのが一番の治療だ。そうだね。クラウドはウェッジの分お願い。はい。ビッグスとの合流場所は魔鉱楼へ続く通路の中だ。暇つぶしのプラン A から Z まであるって言ってた。 G くらいまでには着くようにしねえとな。どんだけプラン検討してんの。メインリフトまで戻ってきたね。首を洗って待ってろよ魔鉱楼。ようやく。とっ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 と。リフトの再起動を開始します。再起動完了。リフトに搭乗してください。あばよ鉄くずめろ。これで良いよ魔鉱炉か。暗くて生き癖、星の命が削られる場所だ。中の魔鉱の匂いが鼻につくぞ。覚悟しとけ。うん。見ろ、魔鉱炉が呼んでるぜ。早く来い、早く来いってな。まあバレットは毎度のことながら魔鉱炉に近づくとやかましくて、まあ普段からやかましい。タレットがあるよ。そっち、上をやろう。先に上を。そっちでいいか。ちょっとロックオンの操作はね、最初から思ってたけど難しいんだよな。よし。上です。期待してるぜ。これはもう力で。あら、よし、大きそうだ。オートケアでやってくれるんだ。待ってよ。だけど自分も死んじゃいそうになるからそれはやばいんで。あれ、ティファ自分自身を回復してくれない。召喚獣呼びたいな。まだ呼べない。ティファあ、そっか、届いてないのか。あ、今ティファーが呼べるんだ。なら、ほい。まだ終われない。頼んだ。私に任せて。俺の見せ場だ。みんな体力が良くない。気休めだけどな。そっちはどうだ。じゃあ行くよ。召喚獣行こう。ゲットお願い。カーバンクルがいれば体力の心配はないでしょう。出番だよ。待ってました。この野郎、このミサイルランチャーかっこ。なんでこんなに硬いの。よし、
ありがてえ。クラウド期待してるぜ。叩きつける。決める。バレットやりなさい。あ、バレットが、あ、リミット使えたな。シンラボックスなかったかな。派手に暴れたのに誰も追ってこないね。ミッドガルはシンラの手の内だ。監視はされていただ。気づいてたなら言ってよ。言ったらやめてたか。最初からギリギリの綱渡りだ。渡り切るしかねえ。力ずくでも得意そうだ。どうでしょう。これは倒れるみたいだけど、入れはしないな。なんか真ん中の箱だけ、うわ、一部の箱だけ赤い。もうすぐか。ティファ。うん。いよいよだな。緊張してたみたい。これだけは俺もなれねえ。これはミッドガル全体図で行くと一体どこを歩いてるんだ。見たところでよくわかんないな。てか、クラウド、ジェシーとウェッジはどんな感じだ。犯人グループが列車から飛び降りたって上は大騒ぎ。おかげでここは静かでな。マコーロへのルートはささっと確保済みよ。ヘイヘイヘイビーク。で、あとの二人は。ジェシーがね、怪我をしちゃって。ひどいのか。口数は減ってね、大丈夫だ。世話になるな。仕事だ。4番街へ行きに乗って正解だったな。警備は4番に集中してる。でもこっちの本命は5番。ちょっと複雑だが、この奥はもう魔行路の中だ。狭っちい穴ぼこだぜ。文句言うなよ。こっちは補給物資とワイヤーリール。調子はこれ以上ねえってくらい上々よ。みんなのことお願い。おうよ。よし、俺たちもワイヤーの装備だ。落とさねえようにしっかりくくりつけとけよ。作戦が終わったらこいつで一気に下まで降りる。生きて帰んぞ。当然だ。